こちら南調査局。リスナーの皆さんのちょっとした気になることや話題のこと、試してみてほしいことを私が調査員となっていろいろ調査チャレンジして結果を報告していくコーナーです。どんなことでも私南調査員が解決していきます。このコーナーなくなったとか思っただろう結構みんなおーおーみたいな、なんかねそういうあの反応が来ましたけど、ちょっとねお久しぶりのこんな企画ということで、今日の調査内容はこちら、田中みな実セルフプロデュース誕生日会。メール募集のところでも言いましたが、私あさってで20歳になります。そしてスタッフさんが好きなように誕生日放送していいよって言ってくれたので、今日はやりたいことをたくさんリクエストしております。それをどんどんやっていきたいという、そんな私の、私が私でプロデュースする私のお誕生日です。うわー、やったー。セリフプロデュースのやりたいことをね、もうたくさんバーって言いました、先週ね。その中からいくつ叶うんでしょうか。だからそう、今回はねちょっとあのこの自分のね放送枠を私物化してますけども、許してちょんまげ、許してにゃんでは一つ目のリクエスト、こちら、クラッカーを鳴らしたい。はい、そのままです。やっぱりね、最初はこうクラッカーで誕生日会を盛り上げないと。あ、これなんだ、あ、なんだこれ、お、あ、あ、あ、なるほど、いや、こうね盛り上げないといけないですから。ああ、なるほど、紐が出てきました、シールに隠れた。じゃあクラッカーをね準備しますけど、どうしましょう。み、なんか、あ、じゃあ来てください。わー、よかった。ちょっとね、ちゃんこさんと私と二人だけじゃ、あー、やった、嬉しい、来てくれた。じゃあ私が温度を取るんで、もしよかったらせーのでパーンと鳴らして私をねぎらってくださいあー、じゃあ、はい、アイリスおじさんは SE で参加してくれるらしいので、ちょっとよくわからないですけど、じゃあじゃあ行きますよ、せーの。あー、南おめでとう、おめでとう、おめでとう、火薬臭い。チョコさん3つも鳴らしたんですねありがとうございました。あみんなもありがとう。あ、くっさ、火薬臭、ちょっと換気しますね。うえ結構来てません？すごいよ、ちょっと、ね、大丈夫かな大丈夫かなでも本当、あ、でもよかった、鳴らせて。結構ね、これでなんかムード出たじゃないですかムード出てるかな。でも結構ね、ヒューってなりましたからね。はい、じゃあどんどん行きますよ。まだまだありますからね。次のリクエストは、こちら、チョコケーキが食べたい。誕生日ケーキのリクエストを聞かれたので、チョコと大きな声で返事をした結果、スタッフさんが素敵なケーキを買ってきてくれたそうです。これはね結構楽しみにしてました。私呼んでいいですか。ケーキカモン。あ、いやー、すごい、かわいい。え、あ、おめでとう、あ、み、あ、おめでとうございます、お誕生日ありがとうございます。すごい嬉しい。ですか、もう。あ、じゃあ行きますよ。え、これ、え、なんだこれ、なんか申し訳程度なこの紙のお皿が出てきたけど、ちょっと、あ、なるほどね。まあ、とりあえずちょっと一口サイズにこうスーンと切ってね。よいしょよいしょ。あ、じゃ。じゃじゃじゃーん。いただきます。あ、これでいいね。あ、いただきます。ほれ、食べるかーい。ほれー。おみにゃーい。うん。これは、うめえよ。おいしいありがとうありがとう、うめえにありがとう。あー、ちょっとね、一口食べたら喉が乾きました。チョコって喉乾くよねここでちょうどいいので次のリクエストを紹介しましょう。子供ビールでみんなと乾杯。私が二十歳になるのは残念ながら明後日つまりまだお酒が飲めません。よよよ。しかし気分だけでも味わいたい。そこでスタッフさんにこんなものを用意してもらいました。いら
っしゃい、カモン。わあ、じゃじゃじゃん、子供ビール。あ、すごいすごい、泡立ち飲料って書いてあるよ。初めて見た。おお、あ、見て見て、ジョッキだよ。あ、なんですかこれ。え、じゃあこれ、あ、ついでいい。あ、つぎますよ。あ、じゃあ出世できるかな私。あ、あ、ありがとうございます、ありがとう。わあ、すごいすごい。え、嘘嘘。あ、めっちゃ甘。あ、いい匂い。わあ、すごい、すごくない？ちょっとこれ甘すごいし、あ、なんだろう、あ、なんだ、あ、リンゴジュースかな。え、じゃあちょっと、あの、ほら、ちょっと、じゃ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 ありますよ。もう何言ってるんですか。じゃいいんですよ、ちょっとね。おっとっと、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 おっとっいきますよ。乾杯。飲みます。んー、あれ、うーん、泡がつかない。おいしい。んー、うん、あ、リンゴジュースですね。甘いですか。普段はビール飲んでる方にとっては甘いそうですね、これは。そうなんだ、そうなんだ。もうちょっとでね、本物も飲めるようになるので、まあまあ喉が渇いた私はこれからこれを。なんかでもすごい、ちょっとなんかでもさ、ちょっとはパッと見ビールに見えません？ちょっとこの子供ビールは排除排除して、排除して、ほらどや。ふー、あー、マジでさ、本当今日のさ収録みたいな感じ。あ、さっきの人、あ、そうか、まあ、おなかおりさん、ここでさっきやってた、そうですよね、いつもあの横で打ち合わせしてて、なんかよくこんなもの見ます。私もいつかやるのかしら。あー、楽しかった。じゃあね、なんかいろいろ食べながら飲みながらでいいんで、メールを紹介したいなと思います。あ、なんかちょっと気分酔っ払ってきた。ほうたろうさんからありがとうございます。少し早いですが、みなみ誕生日おめでとうございます。ありがとう。わー。ちょっとやめてよ、突然の不意打ち。おー、もうラストティーンはもう写真集の中だけになってしまったのかと思うと、少し寂しさも覚えますが、20の田中みなみが活躍するのも楽しみにしています。ところで、田中家では誕生日の時に何か特別なことはしていますか？我が家では誕生日に柱に身長を記録しています。よかったら教えてください。それでは、特別なこと、あ、身長を記録？いいですね。でも、なんだろうな、普通に、あの、あれですね。あの、特別っていうか、なんか、あの、結構外食しますね。誕生日の時には、絶対ほとんど。なんか、その誕生日の日じゃなくても、まあ、誕生日の、ま、前後3日とかぐらいになんかいろいろみんなで休みを合わせて、おめでとうみたいなね、言うことはね、よくしますよ。うめえなあ、うめえうめえ。これいいですね。なんか見てると面白いです。本当に飲んでるみたいだよ。うー、いや、今日のビールはうめえな。んウィーみたいな、でも本当面白い。いや、美味しい。続いて、差しっぱなしさんからありがとうございます。みなみこんばんは。こんばんは。そして少し早いですが、誕生日おめでとうございます。ありがとう。もういちいちおめでとうございますって言うためにパーってしないでください。もう火薬臭い、もう火薬臭いよ。また昨日は愛ちゃんの誕生日ですね。そうだよ。愛ちゃんへのプレゼントなどは何かしましたか？また、みなみの誕生日はどのように過ごされる予定なんでしょうか？ちなみに僕は、あ、火薬くせ、みなみの誕生日にフェイトグランドオーダーで10連を引こうと思ってます。おー、引け引けー。愛ちゃんのね、プレゼント、あの、ファイナルガールズの、あの、イベント時にあったので、渡しましたよ。印鑑ケースと、なんだっけ、なんか、
匂いがするやつな、エイって、あの愛理のエイって書いてあるやつを渡してですね、あの愛ちゃん、おそ松さんの中ではあのトッティトドマツが好きなので、ピンクのねやつがちょうどピンクだったので、あ確かに愛ちゃんそういえばあんま印鑑ケース持ってるのかあんま見たことないなと思ったので、ちょっと可愛い感じの今時な感じのやつがあったんでね、ちょっとちょうどいいなと思って渡したらめちゃくちゃ喜んでましたね。愛ちゃんもおめでとう。あら愛ちゃん何歳になったんだろう、 23、 え愛ちゃん23なの、私と3歳も違うのか、あ大人ですね。なんかいいよいいよ愛ちゃんキモとかずっと結構言ってたけど、3歳も年上ってなるとすごいですね。そうなんだ皆さんお祝いのメッセージありがとうございました。後でじっくりと読ませていただきます。以上、田中みな実セルフプロデュース誕生日会前編でした。ではここで1曲お聴きいただきましょう。2曲目はですね、私に関係ある曲を流しますよ。こちらすごくいい曲で、先週、ちょうど先週発売されましたウェイクアップガールズのですね、ライバルチームと言っていいのかわからないですけど、ライバルチームのアイワンクラブさんのね曲ですね。聴いてください。アイワンクラブで止まらない未来。